ドイツのカブカブは、アブラナカアブラナ族の越年層。代表的な野菜の一つで、別名はカブラ、カブナ、カブラナ、スズナ、ホウサイ、大イナなど数多い。カブの語源は、諸説あり、頭を意味するカブリ、根を意味するカブ、またはカブラの女房言葉であるオカブからとされている。江戸時代は、漢語でカブラ、カブラナ、平田、 ラフクなどと呼ばれていた。株は世界中で栽培されているが、分類上はアフガニスタン原産のアジア系と、中近東から地中海沿岸原産のヨーロッパ系との2編種に分かれる。原産地についてはヨーロッパもしくは中央アジア起源の一原説や二原説がある。歴史は古く、中国では指教に記載され、ヨーロッパ系も古代ギリシャの資料に見られる。ただし、 ヨーロッパで広く普及したのは16世紀からで、飼料用途が多かった。東、ヨーロッパなど寒冷地では、冬場の貴重な食料源や休耕植物として活用された。日本では、古事記のキビの鈴ナナが、株のことと見られるほか、日本初期に、児童天皇が栽培を推奨したと記されている。系野菜など西日本で見られる中国伝来のアジア系とともに、 東日本で、肥大した休憩の根を加速部として利用するが、この部分は発生学上は、肺軸と呼ばれる部位で、本当の根はその下に伸びたヒゲ状の部位に相当し、通常は、食用とせずに切り捨てる人が多いが、毒があるわけではない。漬物用や、薬味用などではこの肺軸が、大根のように長く伸びる。一方で野沢菜は、ここがほとんど肥大しない。肺軸及び根は、 多くの場合白色だが、赤色で赤株と呼ばれるものもあり、東日本に多いとされる。甲がくれない丸など、最近中国から導入された品種もある。根の部分の栄養素は、大根とほぼ同じである。葉には、カロテン、ビタミン C、食物繊維が豊富に含まれている。油中に共通する苦味や辛味はあるが、株は中でも甘みが強く、寒い時期ほど甘みは強まる。 根が太る特徴的な姿から同様、または類似の形態を持つ野菜などが株の名を関することがある。日本の主要産地は千葉県で3割を占める。これに次ぐ埼玉県、青森県で全国生産量の約半分を占め、ほぼすべてが小株である。量は少ないながらも約80品種が生産され、多様な品種が存在した。 日本の伝統野菜の代表例でもある。日本国内で生産される、欧米種としては、ゴールデンボール、パープルトップなどがある。品種を東西に分ける線は、関ヶ原付近に引くことができ、農事関係者は、カブララインと呼んでいる。利用目的に合わせて、品種改良が行われた結果、白菜、チンゲン菜、小松菜、ツケナ類は全て株の仲間であり、 抗議の株な類に含まれる。したがって、相互の交配が容易である。株の味噌汁特徴的な大きな休憩となる根を食用とするほか、茎や葉などの地上部も青な類と同様に利用される。葉を水菜に似た、食味、食感に改良した品種、小粋なも開発されている。硬いため、生食より煮物や味噌汁、シチューの具材として利用が多いが、一部では、 そばの薬味として大根おろしのように利用される。加熱すると一転して非常に柔らかくなるため大根のようにじっくり煮込む料理には向かない。日本料理では風呂吹きにも利用される。また、浅漬け、ぬか漬け、千枚漬け、すぐきなどの漬物に加工される。日本の株は味が良く明治期に西洋から導入された品種は不評で根付かなかった。また、 そもそも飼料用が中心で食用ではなかったとされる。種子は油分を豊富に含み、かつては油菜と並ぶ油用植物だったが、現代では利用されていない。カブナ、スズナは共に冬の季語で、その白さを降雪に関連づけたシカが見られる。カブの葉はスズナとして春の七草にも数えられていて、現代でも葉がついた状態で販売されていることが多い。 古代中国でも、春には苗、夏には心、秋には茎、冬には根をそれぞれ食する素材として重要だった。また、中国の軍師として知られる諸葛亮が皇軍の先々で株を作らせて、兵糧の一助とした逸話にちなみ、株のことを諸葛祭と呼称することがある。地味に乏しい土地でもよく取れるため、貧しい農民たちは随分助けられ、 感謝の意を込めたものだという。ロシアでは大きな株のように民話の題材になるほど馴染みのある野菜である。一方、株があまり好まれないフランスでは大根役者に相当する株役者という言い回しがある。ありがとうございます。